デビッド・ナサニエル・ローは、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォーク出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のテキサス・レンジャーズ所属。実定は同じく、メジャーリーガーのジョシュ・ロー。2016年の MLB ドラフト13巡目で、タンパベイ・レイズから指名され、プロ入り。参加の A-9 ハドソン・バレー・レネゲーズで、プロデビュー。67試合に出場して打率。 304本塁打40打点1盗塁を記録した。2017年は A 級ボーリンググリーンホットロッツと A 級シャーロットストーンクラブズでプレーし2球団合計で115試合に出場して打率2747本塁打59打点1盗塁を記録した。2018年は A 級シャーロット AA 級モンゴメリービスケッツ トリプル A 級ダーラムブルーズでプレーし、3球団合計で130試合に出場して打率。330、27本塁が102打点、1盗塁を記録した。2019年は開幕をトリプル A 級ダーラムで迎えた。4月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。同日のカンザスシティロイヤルズ戦にて5番。 指名打者で先発出場してメジャーデビュー。この年メジャーでは50試合に出場して打率、263、7本塁打、19打点を記録した。2020年12月10日にヘリベルトヘルナンデス、オスレービスバサベ、アレクサンダーオバチジェとのトレードでジェイク・ガンターと共にテキサス・レンジャーズへ移籍した。2021年のシーズン途中に登録名を ナサニエルローに変更した。ありがとうございます。